花ちゃんツアーズチャプター3シーズン1雪山上部編です。ということで、花ちゃんツアーズで街紹介をしていきます。まずはコーニークロスロードに行きます。こちらコーニークロスロードです。道がクロスしてる真ん中に街があるからコーニークロスロードになります。あ、そういうこと？待って、スーティのさ、ソフリーズある。ここに来たんだ。ソフリーズ、しかもちょっと大きくなってる。待って、ソフリーズの中にソフリーズの人いる。エルウィップ、なんで回復してあげたの。エルウィップ崩れてた。おほう、ちっちゃい町だね。ちっちゃい、ここはちっちゃいね。あ、リブートバンド、リブートバンドがここにあります。リブートバンドさ、何人かで手をかざすとさ、早いんだよ。あ、そうなんだ。今日教えてもらったの。次はあら、じゃあスリーピーサンドサウンド、スリーピーサンド。ここログハウスがある。綺麗。綺麗だね、今回マップ綺麗だよね。なんか完成されたアメリカ洋食タウンって感じ。スリーピーサウンド。あ、待って、お魚フィッシュスティックレストランじゃない？それね。なんだろう、ちょっと狭くなった感じがする。え、でも3階建てだよ。3階まであるよ、ここの家。前3階倉庫じゃなかった。え、でも狭くない？あ、狭いね。だってもうご注文だよ。お手洗いです。お客さん入んないのかな。ショック、私あんなに好きだったのに。ここリブ版です。リブ版もなんかお店だね、これ。こうやって2人で手から下がらない。これね、スリーピーサウンドはさ、うん、このワンを挟んで向こう側にも間違うのは素敵だよね。素敵だよね、これいいよね。これ綺麗。でもさ、降りるときに、え、どっち側どっち側どっち側ってなるの。ミスキーじゃん。そう。右左って。ここでも街並み綺麗だよね、素敵。ここいいよ、武器紹介で使ったのここだよ。このさ、そうそうそう、家の下のさ、ボート乗り場とかなんかもう、すごい。いいよね。いやー素敵。今回素敵だよね、街。素敵、街が素敵。こんなところで戦闘したくないの。全部家壊して。ね、壊したくないよね、こんな綺麗な街を。灯台低くなったよね。灯台が低くなった。あれだね。街が近いよね、北側は。北側はね、全部近いよね、街から街が。ここら辺は、どうち、あ、でもあるある、お家ある、ね、この辺の高低差がすごいよね。お家だね。お家、しかもちょっと豪邸。豪邸だね。すごい、豪邸だ。ここあれだよね、裏が、あ、いいとこだよね。なんかさ、こういうお家あったよね、海岸沿いに。綺麗。雪が加わるとまた見た目が変わって素敵。綺麗だよね。ここは次の街かな。ここだね、街。ログジャムランバヤード。ランバヤード、アンパイアード。あ、そうだ、ここだよ。木がいっぱい取れるところ。ドグジャムでしょ。一瞬で溜めた。で、ここがリベートバンです。この丸太の山を切るだけで、これやばい。これは1スラッシュ156で、これもやばいよ。これこの木の丸太でしょ。丸太、
前もあったじゃん、割となんかトイレ工場も合わせ持った感じ。なんかさ、ログジャムのキー全部聞いてみんなを驚かせたいあそこめっちゃキー合ってるな、え、なくねっていうのやりたいログジャムすごい変わったね、すごい、これはすごい。なんか古い車になっちゃった。最後は内陸の、え、待って、ハンバーガー屋さんちっちゃくなっちゃった。ダーバーガー、ほんとだ。人がいたらどうする、どういうこと、店員さんの方はどうする、いたか、おこだよ、なんでいちいち聞くの続いてシフティシャフトに向かっていきたいと思います。ここだ、シャフティーシャフト。シャフティーシャフトってさ、これさ、1であったやつやで。そうなんだ、うん、これ多分そう。狭いな、この街は。なんかでもね、かくれんぼがいっぱいできるって言ってた。あ、そうなんだ。地下道とかあるし。地下道あんの、ここ。そう、あ、地下道ある、すごい。みんながかくれんぼできるよって言ってた。行動だ、行動。あとゼラさんの動画でも出てきた。あ、そうなんだ、シフティシャフト。そう、すごい。なんかあれね、面白いね、今回のマップは。楽しい。まだ全然覚えられなくて戦えないけど。最後どうする、この真ん中の島行く、行こうよ、せっかくだから。すごいなぁ、なんでうわーってすればいいし、すぐ上がってこられちゃうんですよ。私あそこのキューブのとこ行きたかったんだ。こう回復するとかやつじゃないよね。うん、ただの氷の塊。なんだ、ここにも町あるんだね。いっぱいある、うん、名前がない。あれだと思ってた、回復キューブだと思ってた。ただ単にあれだよ、切られた氷の。もうキューブ終わっちゃったもんね。リブがあるよ、削れないっていう。リブが見て、ほら、ほんとだ、ここにもレブ板。こっち？こう。うーって言われた。でも今日入った町で倉庫を開けたのに全部青吹きがあった。あ、まあありそう。しんどかった。はい、ということで今回これで終わりにしたいと思います。見てくださってありがとうございました。ノーさん、グライダーがうるさいよ、閉めてるのにそれではバイバイということで、ハノちゃんツアーズチャプター3シーズン1雪山上部編、いかがでしたでしょうか。何かの参考になればいいなと思います。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。